はい、ということで朝です。今日はね、髪を切ってもらった。あいや、眩しい眩しい、やばいやばいやばい、見えない見えない、やば、眩しい眩しい。はい、ということで、じゃあね、眩しすぎて不細工すぎる。ということで今日はね、このボッサボサの髪をパーマ当ててもらうわけですよ。そんな一日を見せしていきたいと思います。ではシャワー浴びてきます。はい、ということでシャワー浴びてきました。まあ普段はね、まあ、ちょっとだけセットしたんですが、こんな感じで、まあ、根元からちょっとパーマ落ちてきてる感じで、なんだろう、まあ、長さだけはあるっていう感じですね。ただそれだけ。はい、ということで河原町駅、高松の中心部ですね、やってきました。中心部ではないな、これからね、散髪パーマいい感じにしてもらいたいと思ってます。朝はね、リマのコーヒーで始まるということで、美味しいですね、最高。じゃじゃーん。はい、ということでパーマ当ててきました。どうすか、やばくないですか。正直ちょっとね、何がやばいかって言ったらちょっと難しいんですけど、とにかくまあね、美容院というか、こう僕の頭を任せてもらう方のところに行ってきたんですけど、オーダーがね、何者かになりたいんですっていう、何者かにしてほしいっていうオーダーを任せてちょっと行ってきたわけなんですけど、もう何者でしょ。はい、びっくりするぐらい何者でしょこれ。結構グリングリに、ちょっとね、時間経っちゃって下手っちゃったりはしてるんですけど、ちょっと最高の気分、正直自分史上最大の自分に出会えてる気がしますね。ということで、まあ今日は美容室 Vlog っていうんですか、わかんないけど、なんかそういう感じでいい感じに髪の毛なったんで、まあこれから8月なんかどうなるかわかんないですけど、ちょっと何者感出して街とか出歩いたりして、ちょっとね、香川県盛り上げれるように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それじゃあね、今日は、まあ、こんな Vlog みたいな動画これからどんどん上げていくとは思うんですけど、皆さんよかったら見てくださいね。それじゃあ今日はこの辺で、ありがとうございました。今日の動画がいいなと思ってくれた人はグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Thank you.